でした。ジャン君とポンちゃんが仲いいから動画撮ろうと思ったら出ちゃいました。そうだね、ここは特に暑いね。ここから熱風が出てる。ジャン君、ごめんね。これからスギニャンを解体することにしますが、よろしいでしょうか。この棚の上に乗るのが、ちょっと大変になるけど、ごめん。ここにステップ置くか。あ、ダメか。あれを持ってくる。すいませんが、お願いします。うん、これによってだいぶいろんなものがスペースが空けられるのでね、これからもっともっと段ボール増えるからね、よろしくね。今ですね、引っ越しの、荷造りの真っ只中におりますが、この間ですね、ここを、行き来するのにですね、扉を閉めた状態に、していましたが、エアコンが1台壊れててですね、この次の部屋は、ものすごい暑さになっています。そして、西側の家で、部屋なので、西日が入ると、ということで、ここを一部こう開放して、まあエアコンがねそこまで届くとは、思えないんですが、気持ちだけこの廊下に出たら涼しいとかそういうことを、したいので、まずにゃんこさんたちがここを移動しないように、まあこれはね本当のこと言うと疑似的なもんです。ここに吹きかけているだけですね。そして上は開いていますが、これによって、あ、いけないなと思ってくれれば幸いです。とにかく、危険防止のための、策は、本当ちゃんとやろうと思ったら、ネジで止めたりとかあるんですけれども、もうちょっとその余裕がないので、こんな感じにしています。ジャン君、そこ気に入った？感じですか？このソフトなんとかっていうやつですね。あ、書いてあるかな。ソフトクレートという、ジャン君とポンちゃんが、2人で入っても完全に余裕のあるやつ。かなりでかいね。この下の、S というのもあったんですけれども、S はだいぶ小さいんですよね。この S と M の間が本当はいいなと思ったんですが、やっぱり暑さですね。二人で寄り添っている1時間半ぐらいの長旅で、暑さで負けてしまうといけないので、このサイズにしました。これを引っ越しの前にですね、ジャン君とポンちゃんが気に入ってくれるように今このような形で置いています。ジャン君は好きになったかな？これね、そっちのこっちですね、この奥から光が入るよ。今はもう夜近くなっちゃったからね、明日明るいと思います。引っ越しの作業でですね、スギニャンをほら取り去りました。そこの位置に、このソフトクレートを今置いています。あと数日間この中にいることが、まあ、楽しく感じられるといいと思います。この中にベッドを置いてもいいね。アンズちゃんに動きがありました。今はちょっと刺激ができないのでこの角度からになりますが、いろんなケースを考えていたのですが、ケージの中のハンモックにアンズちゃんが入りました。今、そーっとすべての扉を閉めたところです。そして、その、まあ、これで、
可能性を作ったんですが、一つですね、問題はここに見えますかね、ポンちゃんがいるはずですね。見えますか、この中で、過去何度か、まあ、ネットに入れてキャリーに入れるということはしています。なのでポン、アンズちゃん自体は、それが始まるときっとこの上下をですね、上行ったり下行ったり、逃げると思います。その間にポンちゃんがどうするかですね、ポンちゃんも同じように逃げ回ると今度は混乱が起きるんですが、その際に、空いてるところから出ようとしたらポンちゃんだけ逃がして、アンズちゃんを、ネットでに入ってもらう、これができるようになるかを今、そうですね、心の準備を、整えているところです。はい、ポンちゃんはケージから出ました。そしてはい、ちょっと変な感じっていうのを察知してますね。ご飯食べようね。あ、フレーメンした。アンズちゃん、アンズちゃんね、本当にアンズちゃんにはごめんなさいです。うちはね、この先も君のことを、面倒を見てあげられる余裕がないということです。そして、もうちょっとの、猶予があったら譲渡会に出られるかなと思ったんですが、それもちょっと残念です。タイミングが間に合いませんでした、ごめんなさい。そしてあなたには、もともとですね、君のことを保護してくれた方、もう覚えてないかな、長いことになっちゃったもんね、ここに来てからね。その人がアンズちゃんをずっと可愛がるよと言ってくれています。なので、そうね、最後の最後に、できるだけ怖いことを、怖がるようなことをしたくないんですが、キャリーには入ってもらわないといけないんですよ。今からご飯、おやつをあげますんで、そしたらね、行こっか、一緒にね。はい、じゃんくん、はい、ちょっと待ってね。あれ、いないよ。来たね、ポンちゃん。ポンちゃん。よいしょ。ポンちゃん。はい。はい、アンズちゃん。じゃあ、アンズちゃんね。アンズちゃん、覚えてる？はい、2階で食べる？ついても上がいい？2階で食べる？はい、2階にしよっか。2階にする？ 3 階にする？ん？はい。じゃあちょっとこのカリカリを置かせてもらおうかな。はい、じゃあカリカリここに置くね。はい、降りるよ、降りるよ。降りる？はい、どうぞ。はい、久しぶりに。おい、いくだね。あ、いくだね。はい、しね。リカさんね。サンズちゃんはいくね。とってもいい子です。ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、どうぞ。缶詰は、このカリカリを揚げる音がしたから、ちょっと待ってる。時間は10時半を回りました。遅い時間ですが、了解が取れたので、これから、アンズちゃんを連れて行きたいと思います。
まずはですね、作戦としてはマオイママがこの1階に入ります。トイレをどかした方がいいね。ちょっとねってことか、うん、で、はい、ごめんね、すいません。他のアジア入っちゃって、うん、入れる。よし、はい、体が小さいのがここで役立ちました。上と下で入り口を開けてというふうに思いましたが、アンズちゃんの逃げる、能力、これを過信、侮ってはいけませんので、まずマオイママが1階に入ります。そして、まあ言ってみれば道を塞ぐわけですね。で、下でも待ち受けます。そしてクロケンパパはですね、アンズちゃんに最近ちょっと嫌われ気味ですので、これを開けて、入ろうとすると多分逃げるはずですね。はい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 、ジャン君まで泣いてるよ。はい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 、大丈夫大丈夫、はい、いけるかも、はい、落ちないようにね、落ちないようにね、はい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 、あんちゃん、はい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 、あ、やった、それで引っかかっちゃった、これが出すな、ね、はい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 、あ、顔を出そうとするね、すごい力がある、おし、はい、あ、だめだめだめ、あ、はいはいはい、大丈夫だよ、引っかかっちゃった、あんずちゃん、あんずちゃん、ごめんね、あんずちゃん、まだ足が出てる、あ、まだ足、はい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 、ごめんね、はい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 、こっちが止まってない、こっち止まってない、いたね、はい、お利口さんでしたね、はい、今回は大きな、騒ぎにもならず、なんとかキャリーに入ってもらいました。アンズちゃんご苦労様、これからちょっとね、車に乗っていくよ。